8年前に火災で全焼した神奈川県大磯町の吉田茂元総理大臣の旧邸宅が再建され、孫の麻生副総理らが落成記念式典に参加しました。毎週末、日曜日にここに連れて来られる羽目になって迷惑しました。この地が再び活気を取り戻すという意味の一助になれば、それは大い吉田茂もへえと思って、 そんなものになるのかと思って、上の方から見てるなと思いますけれども、式典には菅官房長官や自民党の二階幹事長ら政府・与党の幹部も出席し、安倍総理大臣も祝電を送りました。旧吉田邸は。 吉田茂元総理が終戦直前の1944年頃から生涯を閉じる1967年までを過ごした邸宅です2009年に漏電が原因とみられる火災で焼失し地元の大磯町が国や神奈川県の協力を得て再建しました来月1日からは一般公開が始まります